い、ということでですね、これ納車されました。この顔久々ですよね。でもこれ790のカムバックじゃないですよ。このバイクは125デュークですね。 125cc のデュークになります。でまた詳しいことはね、またおいおい語ろうと思うんですけど、これね、このカラーリング2020年モデルですね。はい、まあとりあえずそういうことでですね、納車されましたんで、これから乗って帰りたいと思いますよ。はい、レディートゥーレイス、久々いいですね。はい、じゃあガソリンもね全然ないんで、給油しながら帰りたいと思います。それでは、なんかこれいきなりびっくりマークが出てますけど、これ何なんですかね。ちょっと聞きに行ってこよう。はい、びっくりマークついてますけど、これの意味が分かりました。このびっくりマークはローフュエルですね。ガソリンが少ないですよっていうので出てるみたいですね。ちなみにこれサイドスタンド出すとサイドスタンドの警告も出ますね。ということで、ここビックリマークついたらここになんか出てるっていう、そういう意味らしいですね。これ790と違うんでね、その辺教えてほしかったですけどね。まあまあそういうことでした。ということでガソリン入れなきゃいけないですね。でこれ鳴らし運転ね、7500回転までらしいですよ。1000キロまであっという間に回っちゃうんですけど、7500回転って結構しんどいかもしれないな。これやべえ、本当にこれとことこ運転だな。7500回転だと振動も少なくてとことこ走っていいですね。これさすが KTM。 はい、じゃあとりあえず初給油ですね。ガソリンを入れねばなんともならん。ドライブペイ、125デューク廃屋ですよ。廃屋指定です。はい、タンクどれぐらい入るのかな、多分12、3だったと思うけど、見にくい。あ、結構入ってた。はい、それじゃあ満タンになったんでね、改めて行きましょうか。うん、びっくりマーク消えましたね、給油したら。これトリップどうやってリセットするんだっけ、忘れちゃったな。まあいいや、後で考えよう。じゃあとりあえずね、ガソリン満タンになったんで、私も満タンに しに行きたいですね。
腹減ったんで、どっかで昼飯食べます。これめっちゃ軽いんですけど、足つきはねもうツンツンですよ。790より若干悪いぐらいですね。なんかあのハンドルが近くて乗車ポジションが限りなくオフ車に近いですね、これね。オフいけそうかな、これちょっとねタイヤがノーマルなんでね、オフ行くのは怖いですけどね。でも本当乗り味はオフ車に近いですよ、これ。ちょっとな慣らし運転なんであれだな、遅い車パスするのちょっと難しいですね。しかもやっぱ大型と全然違うからギア落とさないと加速しないしね。まあそれはそれでいいんですけどね、排気量なりなんで。これ7500回転でどれぐらいまで出るのかな、ちょっと後で幹線道路出たらやってみますかね。まあ60キロ以上は出ると思うんですけど、この辺あの市川と浦安の境目あたりなんですけどね、私前この辺住んでたんですよ。実はめっちゃ懐かしいとあっちの方住んでたんですけど、この辺懐かしいですね。これハンターカブとかよりはトルクないと思うんですけど、あの最高出力に振ってあるんでね。でももう下道こうやって普通に走る分にはもう何にも問題ないですよ。申し分ない走りをしますよね。おー、ただ今日風が強くて風には振られますね、さすがに。このオフ車みたいなアップライトなポジションがいいですよね。はい、それでこの125デュークですね、このシリーズのシートなんですけど、まあこれよく言われるんですけど硬いですね。ただあの硬いんですけど、あの平べったいんでね、あの面圧が分散するんで、私の場合はそんなにお尻痛くならないんですよ、このシート。790の時もだいたい同じ感じだったんですけど、あれこれでいいのか。これ下道だよね、上登っていくとなんか怖いな。もはや高速有料道路は走れませんのでね、このバイクは。はい、我らが国道298号に出ましたよ。これで帰れるってわけですよ。これ液晶自動反転しますね。これも790とかと同じですね。125でこんなフル液晶で自動反転でさ、贅沢だと思いません、これ。はい、そうしたらね、あの道の駅市川でお昼にしたいと思います。じゃあ納車動画はこれぐらいにしておきますね。また引き続きあの125デュークの動画は載っけてきますんで、それでは今日はこの辺で失礼します。ほんじゃねー。